先輩です。ノクタン。ジーコだよ、ノクタン。サナリアのクリスタルを探しているところです。あと一つなのよね。それがここなので、おそらくここから上がっていけばいいのでしょう。ワープ地点のすぐ近くっていうのは助かるよね。よく寝られています。回転か。あ、少し早くなった。なってるね。ああ、でも足場には柱があるから、ポータルをしまうわけにはいかないのか。早いまま頑張るしかないのね。ただこれ、ジャンプしたらすぐにしまえばよかったですね。その辺の判断が遅くなってるなぁ。これまた難しそうね。方向は右上だな。ああ、これ左はチャレンジだ。村人救出か。で、なるほどタイミングだね。ある程度のスピードも大事かも。そうね、一気に行かないと。ちょ、どうしても無理なタイミングなんだが。ああ、つまりここで回転を速くしてタイミングを変えるのね。そういうことですね。これがまためっちゃ難しいですが。一緒に動いちゃダメじゃないか。お、でもいけそう。はい。いけそうと思ってから早25分。さすがに心折れてます。だけどまだ負けられない。まずここで一回転させます。そしてここでも一回転。これでここまでのタイミングが合いました。そしたら落ち着いて回転させつつタイミングを測り。落ち着いて。だから落ち着いて。一度失敗するとほぼ無理。ちなみにポータルを出してないとその場でジャンプが間に合いません。ああ、そうなんだ。よし、今。一計。届かないんかい。そんな。もう完全に心が折れた音がしました。ギリギリジャンプすれば届いたかもしれませんが、今のところに行くまでどんだけ時間かけたと。あとちょっとだったのに。もうさすがに後回しにさせてください。三段ジャンプできるようになってから戻ってきます。そもそもそんな技ないかもしれないのに。もう回転が嫌いになりそう。やはり勢いをつけてギリギリじゃないと届かないな。ここでなるべく端に。よっしゃー。かなり難しいんだね。反応速度が速い若い人なら余裕だったかも。もう完全に衰えを感じます。どうかなのね。落ち込むなー。でもマップに出てるなら忘れなくていいや。あ、またポータルが出せない。ここも安全地帯なのか。全然そうは見えないけども。少なくとも敵はいないってことだろうね。これか。上だろうけど右にも行けそうだな。あ、なんだ。プレイしててもカクカクしてます。セーブとかマップ読み込みかしらね。あ、自ら飛び込んでしまう。相手危険地帯にね。案外じっとしてるくらいでいいのでは。
構通用しちゃった。またこれかよ。ちょっと勘弁してほしいなぁ。どうしてもそこを突破するしかないようね。でもここはポータルを出せないからこのまま行くってことだな。回転も緩やかだよ。問題はここか。よし。は？そこまで行ったのに。あーん、タイミング。右上に誰か見えた。え、でもまずいけませんよね。やっぱり三段ジャンプがあるんじゃ。運動だろ。そしてついに敵が出てきちゃったし。お、反転タイプのポータル。これか。あまり好きではないな。まあ難しいよね。好きではないとか言ったら画面が乱れてすみません。ゲームの逆襲。2発1発の繰り返しか。うわ、これ怖いね。とにかく早く右に。ふう、危ない。やはり破壊力はあるな。映像も破壊された。どうもダメだな。うー、このパターンか。ハラハラするよ。ハラハラハラですか。まだそれ言う。よし、もうちょっと。遠く見えても案外近づくよねー。こういうのが簡単に感じるほどだな。さっきの回転はそんなに難しかったんだ。できればもう二度とやりたくありません。完全に心折れたのね。ここの村人はまた楽なところに。全員こうならいいんだけどな。それじゃやり込みにならないから。一番上まで連れてきて一気に抜ける感じか。あ、ここで十分だ。え、あれって虫が出てくるやつだよね。これってどうしても範囲に入っちゃうけど。あ、いや待てよ。普通に抜けられるか。ジャンプしてからポータルね。頭使うなぁ。あと少し。私です。みんなソリー任せなんだもんな。まあ仕方ないよ、頼りになるもん。喜ぶべきなのか。え、マジかこれ。こういうこと。今度は自分が下に行くんだよね。今行っちゃえばよかったな。は？届くか、焦ったー。上下にあったらもうダメでしょ。ポータルを出したら終わるね。こんなでかい化け物みたいなやつ。
ってくれよ。こんなの飛び越せないのにどうしろと。ポータルも絶対に引っかかるね。どうすればいいの？なんとなくわかりました。ポータルを引っ込めると道は戻るから、こういうこと。すごい無理やりだけど正解なんだね。ボス以外のやつに。なんなら一番楽だったんだが。は？ちょっと早く戻って。悠々と帰宅。大物ですか。確かに大きいけど、一番大きいやつが一番楽ってどういうことだ。うわ、まるで巨大な牙だね。判定が割と甘くて助かった。そしてこれでやっと取れそうかな。ここマジできつかった。感無量です。ようやくだね。これで砂漠に行けるのね。ここまで長かったなー。まだこっちとか道ありそうだけど、探索しましたねー。確かに思ったより広いね。それじゃ戻りましょうか。言い訳が怪しい。まあまあ。ただいま。もしかして砂漠って全く新しいエリアなのかな。そうなのかもね。さて、いよいよここから砂漠のようです。つまりここで第一部間？と思ってもいいかもしれませんね。なるほどね。ということで私の実況は一旦ここまでにしようかと思います。え、終わるの？はい。続きが知りたい方はぜひご自分でプレイしてみてください。ご覧の通りどちらかというと頭を使う方が多いですが、達成感のあるメトロイドバニアでした。突破できると楽しいのよね。おお、ここが砂漠か。確かに雰囲気が違う。マップもどうやら真新しいのでやはり新エリアだ。そうなんだね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ノクターン。また他の動画でもお待ちしてるね、ノクターン。